南京駅は中華、人民共和国チャン通称南京西源部区に位置する中国鉄路走行市の鉄道駅。本港では近接する南京地下鉄の南京駅駅についても記述する。1968年の南京長江大橋の開通とともに開業した。それまでの南京のターミナルは下関駅で、ここから鉄道連絡線で、 超高対岸の裏口駅に渡るようになっていた。上海鉄道局に属する一等旅客駅である。敷地総面積は120万平米、港内配線はもともと10本あり、そのうち本線2本、発着線5本、走行線1本、留置線2本となっており、プラットフォームは全長500メートルのものが4面あった。 コネイト市間鉄道の開業により北側に新プラットフォーム群が増設され、8面14線となった。地下4層構造の地下駅である。地下1階は改札外である。地下2階は1号線ホームであり、島式ホーム1面2線を有する。地下4階は3号線ホームであり、島式ホーム2面4線を有する。そのうち3号線は内側2線を使用しており、 外側2線は建設中の9号線が使用する予定である。南京駅と中心市街地の間には広大な玄武湖公園があり、風光明媚な景色が広がっている。ありがとうございます。